さおとで、うん、貴様一体何をした。あるか、左腕が上がらぬならこれでいく。王妃クイロン、古英竜、瞬き感じ取れ、奴が前に入る瞬間を。ギョゼルゼバどこから破壊してくれよ。左肩の借りは返してもらう。あーっと二階堂選手血を吐いた。催眠はまだ解けていないはず。叩き込んでくれる我が前例の剣。それはもう見た。痛いのは嫌いなんだ。あまり…ザウマ！もう報いることができないなんて…なめるなよ、キリュウ刹那！最後に教えてあげる。ま、待て、マイ、うわ、決めるぞ、ヒヤマ。正義のために死ね。命拾いしたな。この子を殺せばいいのか。格闘家じゃないなんてよく言うよ。軽血をついたね。いない。私の目的は君を解剖することだよ。見事なヒットアンドウェイ。さながら弁慶と牛若丸です。身深い。何としても彼を解剖したい。可能な限り無傷のままで。狙いはアーモン。あとはゆっくり解剖するだ。あれ、悪いが私は殺す以外の倒し方を知らない。もう、うん、驚いたかい。これが私の奥の手ってやつだよ。どうだい、そそるフォルムをしているだろう。そしてこの仕掛け。
花房君、君は痛みを感じていないんだろう。花房はじめは殺さなければ倒せない。まったく、この威力、それにあの爆発音、かかとに高圧ガスを仕込んでいたのか。いい夢見れたか、バーカ。マッキー・ロビンソンじゃ。まるで別人じゃないか。行くぜ、しっかり目ん玉ひんむいてろよ。ライアンのあの姿、大間さんのあれとは別物だ。ポンセントじゃ。持ち上げて。ありがとう、エレナ。私はこの身に変えても必ず勝利をつかむ。味わうがいい、グレイ一族バリス王妃ニシ。ちょっと本気に、おめえ。分かっただろ、金田。マジかよ、こいつ。まだ俺に勝つつもりだ。当てやがった。ど素人が調子に乗んな。遊びは終わりだ。いいな。その答えは最速最短のコンビネーション。さらに相手の攻撃をさばきつつ即座に攻撃に転じる受け即攻めの動作は相手に実際の数値以上の速度を体感させる。ビルジー、この人やる気だ。これで終わりだ。完璧、最高の感触だ。手こずらせやが。なんだと。金だ、てめえは殺せ。いくらお前でも片腕だけでは無理だ。下がる。はい、空振り。九神流鶴瓶落とし。小僧じゃねえ、俺の名前は鎧塚三太だ。サーパインの竜、脊髄への打撃、首相撲からの投げ技が認められるなど、ムエタイとの共通技術が多い。
最大の相違点は素手で試合を行うこと。素手ではグローブ着用時ほどの効果的なガードが困難なため、ほとんど全ての攻撃を防がずに攻めきる。ラウェイ、膝をついた、行くぜ。かわした、あの体勢から。
射速度が上昇した。下船、今にこそもの闘志は折れたはず。何かこの男を動かす。ただの天才だよ。当たれ、俺の攻撃で傷ついている。こいつは化け物なんかじゃない、人間だ。倒せる、人間だろ。知れ、正義。こしゃくな真似を。少し悪の小細工など俺には通じん。え、何？出てこい。少し落ちない。アダム、離れた。正義のために正義を執行する。離したら負ける。腕がちぎれたって。こしゃく、こしゃく、かくなる上は俺は考察よ。今井ゴツモだ。オーマさんは死ぬ。一瞬で終わっちまう。まだだ、まだいけるだろう。もっともっと楽しませろ。その程度かよ。の動きが見える。死ね。面白かったぜ、ドキタオーマ。禁地の末裔とはクレ一族全体を指す異名である。クレ・ライアンの真の異名は魔人。魔人は全てを破壊する。ワンパターンな攻撃じゃ相手に読まれちまうぜ。